どうもこんにちは、提灯家マイケルです。本日は7月から9月までで買ってよかったものをご紹介していきます。もう上期もね、終わってしまったんですけれども、4月から9月の3ヶ月間で買ってよかったものを紹介していきます。はい、今回はね、結構私だと珍しい美容関係のアイテムが入っていたりですとか、あとはね、文房具関連のものが入っていたり、インテリアの、アイテムも入っていたりするので、結構バリエーションに富んでね、面白く見ていただけるかなと思います。では早速1つ目から紹介していきます。はい、1つ目の商品こちらですね、スターアビニューの、舌を鍛えるですね、筋トレの、アイテムです。はい、私ね、移住してから、車生活っていうこともあってめちゃくちゃ油断して、今人生最高体重になってしまいました。で、最近ね、ちょっとだけ運動したりとか、食事に気をつけたりとかしてるんですけども、なかなかね、この顎周りについてしまったお肉が落ちないんですよね。で、そこで、妻がですね、おすすめしてくれたのがこのアイテムでした。はい、これなんですけれども、はい、こんな感じでですね、これを口に加えて、ここのですね、ビラビラのパーツをベロで上に上げることによって、舌のトレーニングができるっていうアイテムになっています。で、ここがね、結構弾力あるというか強く反り返ってくるんですよ。なので、自重というか、よく YouTube の動画とかで口の中で舌を回すっていうトレーニングがあると思うんですけれども、それのね、もう何十倍も負荷かかるようなものになっています。で、これをだいたい1日、3回、3分間隔でやっていくっていうものになるんですけれども、もうね、やった後はベロめちゃくちゃ疲れて疲労感溜まっているものになりますね。なのでめちゃくちゃ効いてると思います。で、今やり始めてまだ数ヶ月しか経ってなくて、そんなに、変わったなっていうのがわからないんですけれども、ちょっとこれをね、今後もずっとやり続けて、顎が引き締められるかどうかっていうのを見ていきたいですね。で、あとは、ここを加えていく感じなんですけれども、このほうれい線に効くっていうところと、あとはですね、これを口で加えるっていうのも結構力が必要なので、口とね、口をしぼめる筋肉っていうのも非常に鍛えられるんではないかなと思っています。はい、舌回り、頬、口元に効くっていうところで、ちょっとね、1年後には顔痩せをしたいなっていうところで、今使っています。で、2つ目ですね、2つ目はこちら、クレイオアの、ポータブル扇風機です。で、こちら、キャンプ用に購入した、この足も取り外せてですね、持ち運びがすごく、しやすいというものになるんですけれども、これね、キャンプに持っていくっていうだけではなくて、家でも、かなりですね、今使っているアイテムになります。で、まず、買ったポイントとしては、色が黒で、かっこいいところっていうのと、先ほどもお見せしたんですけど、足が取り外せてコンパクトになるっていうところ。で、最後はね、ここですね、 USB-C の、給電ができるので、バッテリー内蔵で、電源がない環境でも使うことができるっていう、この3点で、こちらのアイテムに決めました。でね、これ外で使うっていう用のものになるので、結構ね、風が強いんですよね。外でキャンプしながら少し風がある中でもね、これをつけてあげると、涼しい風が来るっていうところで、めちゃくちゃ風量も強くてね、気に入ってます。で、風量が強いので、家の中でもエアコンの下に置いて、空気をですね、回してあげたりですとか、洗濯物を室内干しするときとかも、これで風を送ってあげたりしているような、そんな用途でいろいろ使っています。はい、やっぱりね、見た目もかっこよくて、バッテリー内蔵でいろんなところに持っていける、しかも折りたたむと小型になるっていうところで、めちゃくちゃおすすめのアイテムです。はい、で、風量はね、4段階あります。で、次はですね、こちらハンティングチェアです。デンマークの家具ブランドグリーンホルトというところの、ハンティングチェアです。で、こちらはですね、軽井沢にあるですね、雑貨屋さんで購入したものになっていて、お店で一目惚れして購入してしまいました。私もともとね、こういう革張りの、
キャンプ用のチェア、まあ、小物置みたいなものが欲しかったんですけれども、なかなか本革とか、しっかりした木を使っているとお値段が高くて手が届いてなかったっていうような、そんな感じでした。でこちらは、綺麗なヌメ革を座面に使っていて、まあ、木材はね、ブナ材を使っていてしっかりした作りなんですけれども、まあ、なんと2万円以下というところで、ついつい衝動買いをしてしまった形です。で座面なんですけれども、まあ、綺麗なね、ヌメ革を使っていますね。はい、これ今のこのね、ちょっと綺麗な色もかなり気に入ってるんですけれども、まあ、今後経年変化していってどんどん飴色になっていくのも楽しいな、まあ、育てていく楽しみがある、そんな、椅子になっています。はい、で足はね、3本ブナ材のしっかりした足がついていて、で折りたたんだ時にねちょっと肩にかけられるような、こういう肩紐がついているような形です。はい、まあ、家の中でもねどんどん使って、外でもどんどん使って綺麗な飴色にしていきたいな、お気に入りのそんなチェアです。で先ほど2つのアイテムはちょっとキャンプ用品的なアイテムだったんですけれども、ここからの2つのアイテムは、デスク、まあ、仕事関連のアイテムを紹介します。まずはね、高尚富士のデュアルモニターアームです。これは別の動画で詳しく、紹介して組み立てもしているものなんですけれども、こっちの、ワイドモニターと、あとはこちらにある、PC トレー、ノート PC を置くトレーがついている、デュアルのモニターアームです。はい、でね、デュアルモニターアームなんでこんな感じで、2本の足が、1つの足につながっている製品になっています。でこっちの、ノート PC はもともとはモニターアームには置いていなくて PC スタンドに置いていたんですけれども、そうするとねここの、下の空間がですねうまく使えてなかったっていうところで、今回ちょっと浮かせてあげたというものになっています。浮かせてあげることによってねこの下の空間が、かなり使えるようになったところと、あとはねこれは手前に寄せたりすることもできるので、まあ、ちょっとこっちのキーボードを使いたい時とかマウスパッドを使いたい時にもさっと寄せられるっていうところがすごくいい点だなと思っています。はい、でまあね、なんでこのワイドモニターあるのにノート PC の画面も使ってるんだっていうところなんですけれども、仕事で画面共有してプレゼンをすることがあるんですよ。でこっちのワイドモニターで、画面共有してしまうと、他のですね普通のこの縮尺というか縦横比の、PC とは違って、上下にね他の方の画面上で余白ができてしまって、せっかく作った資料がちっちゃくなっちゃうっていうことがあったんですね。なので、こっちの画面で共有して他の方のですね画面の縦横比と同じ縮尺でプレゼンができる、そんな感じにしています。で次はこちらですね、ラミーサファリの伊藤屋コラボモデルの万年筆です。でこちらなんですけれども、まあ、YouTube1000 人いった記念に、妻に買ってもらったものになります。なので厳密に言うとね私が買ってよかったものではないという形なんですけれども、まあ、ちょっとお願いして購入してもらったというものになります。まあ、ラミーのサファリって結構ね、いろんなカラフルなモデルが多いと思うんですけれども、こちらは、一切の無駄を省き、機能に徹した大人のためのサファリという、コンセプトで作られた、マットでですね、深いブルーに、地金の、ね、色をそのまま生かしたクリップが、ついているというような、ちょっと大人のための、ね、ラミーサファリという製品になっています。でこちら、ペン先は、EF というですね、かなり、細かい、そんなペン先にしておりまして、まあ、小さい字も楽々書ける、そんな製品ですね。まあ、元々ね結構私ボールペンとか好きで、ちょっと万年筆もねどんな書き心地なのか気になったので今回これを買ってもらいました。で書いた感じね、ボールペンよりも弱い力でスラスラ書けて、まあ、止めとか羽とかね、まあ、日本の漢字にすごく適している、そんな筆記用具だなというふうに思いました。元々私はね、カランダッシュとか結構かっこいいというか、あのスーツによく似合うような、ブランドのボールペンを持っていたんですけれども、まあ、移住して服装もねだいぶラフになりましたし、仕事をする時もカジュアルスタイルというか、まあ、事務所もね T シャツにジャケット羽織っていくみたいなスタイルで最近は出社する形になりましたので、まあ、その服装がラフになったのに合わせてちょっとね、筆記用具とか文房具も、ラフな形ベースの、アイテムにしていこうというところでこちらをいただいたという感じです。はい、
まあ、本当にね、この金、まあ、私ね、こういうあの金の商品好きなんですよね。結婚指輪も金だったりするんですけど、はい、金に渋い色っていうところが非常にマッチしていて、めちゃくちゃかっこいいと思って使っています。で、次はですね、ここからちょっとファッションアイテムを2点ほど、紹介します。まあ、ただね、ファッションアイテムといってもまず紹介するのはこちらのメガネですね。はい、主に家でかける用で買いました。ジンズのエアフレームヒンジレスというものになります。はい、これね、見ていただくと分かると思うんですけど、普通のメガネと違ってここにヒンジがないんですよね。で、ヒンジがなくてここがあの弾力のある粒になっていて、はい、ここがしなっていて、こんな感じで持ち上げられるっていう製品になってます。なのでね、完全に閉じた状態でもちょっと普通のメガネとかサングラスに比べると幅が出てしまうという商品ですね。私ね、かなりメガネが好きでいろいろ持っていて、最近はコンタクトであんまりかけていないっていう感じなんですけれども、家にいる時に、まあ、お気に入りのメガネとかかけてしまうと、まあ、ちょっとゴロゴロしたりしてるとフレーム曲がってしまったりするっていう危険もあるので、まあ、家用に楽なメガネが欲しくて、購入したものになっています。で、形はね、ボストン型で、フレームはちょっと別光チックな茶色になっていて、まあ、これはこれでかけたらかっこいい、そんな、メガネですね。で、先ほどもお話ししたんですけれども、まあ、このツルのところすごく弾力性があってヒンジがないので、まあ、適度にフィットしてゴロゴロしながらもかけやすい、そんなメガネになってます。まあ、元々ここがね、かなりぐにゃぐにゃで曲がるので、ちょっとゴロゴロした時にね、頭を変な方向についてメガネも一緒にっていう時でも、まあ、ここ自体一緒に曲がってくれるので、壊れてしまう危険性が少ない、そんなメガネになっています。非常にね、このメガネ、軽いのでかけていても疲れないっていうところも気に入っています。で、あとは、ポイントとして、家にずっといる用として作ったので、度は弱めに作っています。はい、まあ、なので家でですね、近くでパソコンを見て作業したりですとか、ゴロゴロしながら読書したりっていう時にも、まあ、強すぎることなく目が痛くならない、そんな、家用のプライベートメガネですね。はい、やっぱりね、この家用のメガネを作って、気軽にかけられて、どもよわいの目が痛くならずにずっとかけられるっていうところ、すごく、満足度の高い、商品ですね。で、次は、こちらのキャップです。で、私、今までの買ってよかった動画とかでも、お話ししたりとか、Vlog とかでもお話ししてるんですけど、まあ、映画を見に行くことがすごく好きなんですね。今日もスターウォーズのこのスウェット着たりしてると思うんですけれども、これはアステロイドシティというウェス・アンダーソン監督の映画のキャップになっています。ウェス・アンダーソンの映画はすごく好きなんですけれども、まあ、それのね、最新作のキャップで、まあ、この、水色とオレンジの色っていうのがすごく可愛くてね、まあ、映画のポスターとかもその色味で、作っていたりですとか、映画の中もね、こういう綺麗な色味で、作られている映画なんですけれども、まあ、その世界観が、出ているのですごく気に入っている帽子になっています。結構ね、私モノクロというか黒 T に黒いズボンとかっていうそんな格好をしていることも多いので、まあ、この帽子をかぶることによって色味を、プラスしてあげられるかなっていうところですね。やっぱりね、かっこいい服とか、かっこいいブランドのものっていうのもすごく気に入ってきているんですけれども、こういうね、自分が気に入ってる作品を私服のアイテムの中に取り入れられることができるっていうのも、まあ、すごく使っていてテンションが上がるんでいいですよね。はい、そんな感じで、気に入っています。ちなみにこれはね、ちょっと日本では販売していなくて、アメリカで売っているっていうものを取り寄せた、そんなものになっています。次のアイテムなんですけれども、こちらですね、キャンドルライトです。で、金の、この台座っていうんですかね、土台に、キャンドル風のですね、 LED のライトが乗っているというものになっていて、めちゃくちゃ可愛いですよね。はい、まあ、これが、我が家ね、結構こういう真鍮というか金のアイテムが多いので、色味あるかなと思って、購入しています。で、これのいいところが、先ほど、扇風機の時の話にもあったんですけれども、USB-C の給電ができるようになっています。で、電源なしで、バッテリー駆動するので、まあ、どこに持って行ってもいいんですよね。まあ、ベッド脇とかに置いておいて、お手洗い行く時とかにつけて一緒に持っていくとかっていうのもできるかなっていうところだったり、まあ、キャンプに持って行ってね、机の上に置くこともできるかなという、そんな、アイテムですね。
光は4段階でつけることができます。はい、一番弱くから少しずつですね段階を追って強くなっていくというものですね。はい、結構一番強い光だとね、明るいですよね。間接照明として部屋の中に置いておくと結構明るさで存在が出せるようなそんなものになっているかと思います。まあ、可愛くてね、めちゃくちゃ使い勝手のいい、そんな照明を購入しました。最後は、観葉植物、開墾植物ですね、2つ購入しました。で、私ね、植物育てるのが好きで、ビカクシダの、板付けの動画とか出しているんですけれども、ビカクシダとかカラテアとか、いろいろね、家の中で観葉植物を育てています。で、この開墾植物なんですけれども、佐久穂町というところで、枯れ屋さんの、ね、地下でちょっと開墾植物のイベントがやっていて、そこで、購入したものになります。私にとっては初の開墾植物ですね。こちらがエビス笑いというもので、こちらが、グラキリウスという、そんな、2種類の開墾を購入しました。で、ちょっとね、まだ、初年度ということで水やりの頻度とかどれぐらい日光を当てるかとかも探り探りの状況なんですけれども、とりあえず今のところね、元気に育ってくれていて、安心しているというところです。で、これから秋になっていくにつれて、葉っぱが全部落ちてね、ちょっと冬眠するようなスタイルになっていく、そんな形なので、まあ、なんか葉っぱ落ちちゃうとね、めちゃくちゃ不安になりそうだなと思って育てています。こっちのエビスワライに関しては2017年生まれで、こっちの、グラキリウスに関しては2019年生まれという形で、見ていただくと分かるんですけど、開墾植物って育てるのにめちゃくちゃ年月がかかるんですよね。これらはですね、今後5年10年とかでどんどん大きくしていって、理想の形にできればいいなというふうに思っています。こっちのね、特にグラキリウスとかって今細長いんですけど、ポテッとしたなんか楕円みたいな形に育っていったりするので、ここからね、どんどんどう形が変わっていくのかっていうのはすごく楽しみにしています。はい、という形で、この3ヶ月もね、めちゃくちゃいろんなものを、購入したんですけれども、その中でも特に気に入っている10本のアイテムをご紹介しました。ぜひね、何か皆さんも、気になったものとかありましたら、概要欄にリンクをつけておきますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、という形で本日も最後まで動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひよろしければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もね、こういう3ヶ月おきに、買ってよかったものを紹介したりですとか、あとはジムニーのカスタムを紹介したりですとか、旅行行った時に Vlog を撮ったりですとか、あとは移住したこの軽井沢周辺のですね、生活をまとめているウィーケンド Vlog とかも、不定期に出しているので、ぜひね、それらの動画も、ご覧いただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。